からないを払拭する新時代3熱トリートメント、結構キワキワのところ攻めていきます。みんなに助けられてますね。うつ病みたいになっちゃったんです。1回喜ばれたいから上手くなるんですよ。君だったらどうするの、あなただったらどうするの。撮影時間多分10秒から5秒ぐらいなんですよ。かなりヤバいアシスタント時代を過ごし、本当に迷惑しかかけてなかったんですけど、嫁がすごいんですよ。美容師っていい仕事なんだよっていう。ジーテ渋谷店で副店長してます田村タムと申します。よろしくお願いします。今回僕がですねやらせていただく、わからないを払拭する新時代3熱トリートメントなんですけれども、読んで字のごとくわからない部分をですね、皆様がわからない部分を丁寧に解説しながら、さらにですね今世に出ているトリートメントとは全く異なった質感でお客様を仕上げられるという、しかもかなりやりやすいやり方で、簡単なやり方で仕上げられるという内容になっておりますので、ぜひご覧いただけたらと思います。基本的に3熱トリートメントっていうのは pH 0.9 から2の間で行うものなんですけど、僕の場合だと今だと2から 3.5 ぐらいの間、そのミスらないギリギリのラインを攻めて調節しながらやらせていただいてます。で、今アルカリ領域でやる3熱だったりとか、もともと酸性領域 1.5 pH 1.5 だったり 4.5 だったりするところでやる3熱が今主流だと思うんですけど、その間になるので結構キワキワのところ攻めていきます。なので配合の仕方だったりとか剪定ミスると普通に失敗するので、この辺はしっかりとですね今回の動画で学んでいただけたらと思います。やり始めたきっかけはですね、僕がアシスタント1年目の時にですね、2017年ぐらいに3熱トリートメントって日本に入ってきたんですけど、その時にうちのお店が雑誌でケイトサイエンスで3熱トリートメントっていうトリートメントがありますよっていうようなのを世の中に発信する機会があったんですけど、でもその時1年生だったんでカラーの塗り方もよく分からず、シャンプーもままならない、基本的に何の塗布にも入れてもらえてない状態で、その商材をですね勝手に使ってたわけですよ、代表に怒られながら。それで自分で勉強して勝手に友達とかに試したりして失敗しまくって、あこれ面白いぞと思ってどん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 のめり込んでいって、でそれは一旦そこで終わったんですけど、僕カラーでもともと発信してブリーチばっかりしてたんですよ。一時来るお客さん全員ブリーチのお客さんだったんですけど、全員髪ボロボロだったんですよね。なのでその勉強した成果をここで活かせないかなと思って、ブリーチにその3熱トリートメントを落とし込み始めたんですよ。それが僕のなんかターニングポイントっていうか、お客さんがいっぱい来てくれるようになったポイントだったんですけど、そうですね、その試みがあったから、てかまず代表がまずそもそもそういう業界的にちゃんとめちゃめちゃ技術があって信頼がある人で、でも本当たまたまですね、たまたまそこにあったからやって、で僕がカラー好きだったからカラーやってて、でそれとカラーと3熱合体させたらめちゃめちゃインスタで映えてお客さん来てくれたよっていうような流れですね。はい、練習っていう練習っていうよりかはモデルさんをとにかく呼びまくってました。でモデルさんを呼ぶためのアカウントみたいな、美容師アカウントとは別にモデルさん呼ぶためのアカウント作って、なんか若くてかっこよくてちょっとおしゃれだったら、その時代6年前ってフォロワーが増える時代だったんですよ。だから若い女の子たちのフォロワーが増えて、でそこでカラーモデルだったりとかトリートメントモデルを募集してっていうSNS でめちゃめちゃまずは人を呼んで、1日3人とか4人とかアシスタント1、2年目の時はモデルやってて、なんならもうレッスンの時に間違えてモデルさんは3人来ちゃって、店長とかが一緒にモデルさんを手伝ってくれるみたいな、かなりやばいアシスタント時代を過ごし、本当に迷惑しかかけてなかったんですけど、だから努力、それを努力って自分では思ってなかったんですけど、今思うとあの時はあれを頑張ってたのかもしれないなっていうような感じですね。だからウィッグ切るよりモデルさん切った方が圧倒的に何つうんだろう、神経使うじゃないですか。でカラーも絶対ミスりたくないしムラになりたくないしっていう、その一回一回のモデルさんの密度がかなり高かったので、なんで一気に上達できたのかなっていうのは、まあ、まだまだなんですけどね、その時に一気に上達できたのかなっていうのは思います。はい、素材をそのまま
生かすっていう、もう取ったものをそのまま出すっていう、一切加工もしないし、加工もしなければ撮影時間多分10秒から5秒ぐらいなんですよ。お客さんがお会計してる時に後ろでペロペロってやってもうおしまいなんで、でたまに時間ある時はアシスタントが外についてってちょっとだけ動画撮らせてもらったりするんですけど、やっぱ今 SNS の時代なんで、どれだけ上手に発信していくかみたいな時代にはなってしまってるんですけど、やっぱり本質的には来たお客さんにどれだけ満足していただいてご紹介を促せるかっていうところだと思うんで、 SNS で来てくれたお客さんが自分の SNS で発信したくなるような映像だったりとか体験、まあ、ディズニーランド行ったらみんな写真載せるじゃないですか、動画撮るじゃないですか、みたいな感じで素晴らしい体験って共有したくなるんですよね。なのでそのたった2時間だったり3時間だったりする間でお客様が素晴らしい体験をしたなって思っていただけるように、そしてそれをお客さんが SNS を通じてもっとみんながインフルエンサーみたいな感じで発信していくっていうのを僕は意識しているかもしれないです。はい、メンター的な話でもいいですよね。メンターなんですけど、僕の嫁様がですね、僕のメンターになってて、嫁がすごいんですよ。なんか人間としてめちゃめちゃ正しいというか、すごいリスペクトしてて、で別になんかすごい超お金を稼いでるとか、なんかすごいことを成し遂げてるとかじゃないんですけど、人として当たり前なことなんだけど、みんなができないことを着実にこなしていく人間で、だから何かするとき、お客様、嫁と話してて、今嫁にすごい相談するんですけど、こういうメニュー作りたいんだよねとか、でお客さんこれあったらこういう風になると思うんだよねとか、嫁にすごい相談して、で嫁がくれたアドバイスもらいつつ、じゃあこうしてったら今いるお客さんとこれから来てくれるお客さんもっと幸せにできるかなみたいな感じで、メニューとかの発想とかはそのあたりですかね。嫁に一番相談するかもしれないです。喜ばれることって嬉しいことだと僕は思ってて、何でもいいんですよ。だからぶっちゃけ僕もトリートメントじゃなくてよくて、カラーでもよくてカットでもよくてパーマでもよくてヘッドスパでもよくてでカウンセリングでもよくて、人を幸せにできればもうそれが正義だと思ってて、だからスタッフには朝礼とかで必ず言うことは、喜ばれる人になってほしいよっていうのを伝えてますね。例えば自分の親しい家族、お姉ちゃん弟妹が美容室に行った時に、自分の大切な人をどう扱ってほしいかっていうのをもっと真剣に考えた上でお客様に接しなさいって、この人一人一人に大切な人がいて、その人を大切に思ってる人がいて、だったらどうしたいのっていう、君だったらどうするの、あなただったらどうするのっていう風に、結構スタッフが、そうですね、ちょっと僕の営業ってかなりもうずっとぐる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 回ってる感じなんで、ゆったりってよりかはちょっと作業になりやすい環境にあるので、本当にそれはその短い時間でどれだけお客様を大切にできるかっていうのをスタッフにはすごい日々多分飽きられてると思うぐらい伝えてますね。そうですね、まず思いじゃないですかね。技術が上手くなりたくて上手くなるのって自己満ですけど、その大前提が違うんですよね。喜ばれたいから上手くなるんですよ。上手くなりたいから上手くなるだと多分たかが知れてるんで、お客さんがめっちゃ喜んでくれるためにじゃあ何できるのっていうところだと思うんで、じゃあ何で喜ばしたいの、パーマで喜ばしたい、カラーで喜ばしたい、カットで喜ばしたいとかあると思うんですけど、じゃあそのあなたが喜ばしたいと思ったものをそれを磨けばいいんじゃないのみたいな、だから何も強要しないですね。じゃあ何したいのみたいな質問の仕方しかしてないかもしれないですね、スタッフとか後輩には。他力本願ですね、僕は。みんなに助けられてますね。スタッフとかも日々僕の予約、本当にシャレにならないぐらいキチキチな予約をみんな笑顔で回してくれてたりとか、で基本だらしないので事務作業は一切しないっていう会社でのルールになってて、ルールっていうか僕がやるとちょっとごちゃっとしたルールになってるんで、代表と店長とあともう一人すごい家族みたいな女の子がいて、でその子たちがすごい支えてくれてて、で僕が今こうやって表に出るような仕事をさせていただけてるんで、もう他力本願じゃないですかね。僕はみんながいるからこうやって、だから僕が頑張ってるっていうよりかは頑張らせていただいてるような感じだと思います。はい、去年はすごいいろんな美容師さんに会っていろんな話を聞いていろんな話をしてたくさん得るものがあったんですけど、やっぱ結局
周りの意見をもらったりとか周りにいろんなことを言ったりするっていうよりかは自分の中で深めていく方が合ってるなと思ったので、今あんまり美容師さんと会ってご飯食べたりするんですけど、ご飯食べて最近どうっていろいろずっと質問してるかもしれないです。今こうこうこうでって僕的に僕が何か言うってことあんまないかもしれないですね。はい、結婚ですかね。結婚去年ちょうど1年前に結婚したんですけど、4月頭ぐらいに。それまで正直もういや俺が頑張ってるからこの会社あるでしょとか、俺が頑張ってるから嫁様とかもいいとこ住めたりとか、後輩とかにもご飯、いや俺がお客さん呼んでんだからさみたいな感じだったんですけど、この考えって本当にすごい間違ってるなと思って、逆に頑張らせていただいてるなっていうのを感じたので、結婚ですかね。正直嫁様とはずっと6年ぐらい6、7年ぐらい付き合ってで今至るんで、本当にすごいめちゃめちゃ苦労をかけてきたんですけど、その結婚っていうタイミングが僕の中でのあれと、あともう一個、去年自律神経うつ病みたいになっちゃったんですよ一回。そこですかね。それもかなりでかかったな。もう月1、2休みぐらいで全国セミナー飛び回って、でも1日お客さん20人以上やって毎月900万ぐらいやってて、完全に頭まくってたんで、でそれで眠れなくなって体調崩して周りに八つ当たりして多分嫌われてて、でそっからちょっと思いっきり仕事も全部オンラインサロンもやってたんですけど、オンラインサロンもやめて、もう誰とも関わることをやめて、考える時間で予約も減らしてでやったタイミングでもうガラッと変わった気します。器が小さな男なので業界を思いっきり変えるっていう力は正直ないなって思ってるんですよ。だけど半径5メートルから、まあ、10メートルぐらい、半径10メートルぐらいの美容師さんだったりとかお客様の幸福は作っていけると思うので、半径10メートルぐらいの人がその周りの人を幸せにできる力を与えて、でその半径10メートル以内の人がっていう感じで広げていけたらいいなっていうのは、業界をもうガラッと変えるっていうよりかは周りの人たちをまず幸せにして、幸せにできる人を量産していきたいなという思いで今はおります。僕の6年間その6年間僕美容師歴本当は7年めちゃめちゃ短いんですよ。今年30歳になるんですけど、23歳から美容師やっております。3年間ですね、20歳から3年ぐらいは遊んでおりました。でその6、7年間で死ぬほど一切休まずに大好きなゲームもやめて勉強し続けた結果がこのセミナーで見れるかと思いますので、見れるというかもう見ていただきたいです。で絶対にお役には立てると思うのでぜひご覧ください。はい。